皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは。ケケでございます。じゃあ今回もハートレスマンションをやっていきましょうか。前回チャプター5が終わって、今回からチャプター6、明日の天気をやっていこうと思っています。思っていますとか今からやります。あなたはあなたのために、あなたがすべきことをすればいいんです。よろしい。ではやってあげよう。こっちだな。お、男かこれは。男か女かどっちかわからん。あ、青年よかった。俺より少し背の高い、二十歳くらいの青年が、壁にもたれながら闇の方を見つめている。その表情は少し怯え、けれど少し、何かを諦めているような表情をしていた。はっ、はっは、ついに因果が回ってきたってことか。なあ、あんた。ん？青年は俺の言葉に反応した。けれどもその顔は、少しも遠くの闇の方を見て離さない。何かいるのか？こっからでは見えない闇の中に何かがいる。得体の知れない何かがこっちに向かってきている。逃げるぞ。あんたを狙ってる奴がいる。僕を狙ってる？あいつのことか？青年は見えない何かがいる方向に指差し、目元を笑っていない笑みを浮かべた。とにかく、ここにいるとまずい。一緒についてきて。断る。な、僕はいいんだ。運命を受け入れる。あんた何言ってんだ。このままここにいたら死。これはきっと、僕の運命なんだ。あの子。わかる？春？春？春かな。春を裏切った僕の。俺は青年の細い手を無理やり掴んで違う場所に向かって引っ張った。な、何をするんだ。あんたに死なれるわけにはいかないんだ。いいからこっちに来い。いいねえ。とりあえず、今は追ってきてみたないみたいだな。どういうつもりだい君。どういうつもり？それはこっちのセリフだ。ここは夢の中だ。だけど、ただの夢じゃない。ここはハートレスマンション。思いを残した者たちが集う場所。ここで怪我をすれば、現実と変わらない痛みがある。死ねば、現実でも死ぬ。だが、この夢は痛みじゃ覚めない。夢から覚めて生き残るためには、あんたはここに呼んだ奴に、あんたを合わせなきゃならない。僕はここに呼んだ？僕に思いを残した？そして、俺はあんたをその人の元へ届ける案内人で、あんたに死なれると、俺も。お前も？一緒の運命みたいだ。ふっ。そいつは気の毒だな。何？残念ながら、お前は生きて帰れないよ。諦めてるのか？たとえ僕が、僕を呼んだやつに会えたとしても、俺が死んだら、お前の仕事は成功なのか？わからないが、俺が帰るのは、あんたたちが帰る場所に帰った後だ。それじゃあダメだよ。だって僕をここに呼んだ奴は、僕を殺すだろうから。え？まあ、せっかくなら、さっきのわけのわからない奴より、あいつに殺された方が本望かもな。あんた何言ってんだ。殺されるって。会いたい人に殺されるっていうのか。僕はね、大切な人を裏切ってしまったんだ。約束したのに、誓ったのに。だから彼女はきっと僕を恨んでる。恨んで恨んで、その恨みが僕をここに呼んだんだろう。僕の名前は田村院。音と書いて、院だ。院。変な名前だろ？言われ慣れてる。そんなんじゃ。せめて僕は彼女に殺されるとしよう。それで少しでも彼女の気が晴れるなら。まあ、君には救いがないかもしれないけど。それでも。少しでも望みがあるのなら、俺は全、あ、違う、あ、違う、少しでも望みがあるのなら、
俺は全力を尽くす。望みか。ってことで、めっちゃええ感じの男、二十歳の田村インくん、インさんですね。二十歳の方、こいつの一個上。じゃあまずはあのおばあちゃんにあいつの正体を聞いて回りましょうか。聞いて回るじゃない、聞きましょうかやな。こいつか。ばあちゃん、話聞かせて。今宵この場所に訪れた悪意を知りたいか。はい。この場所にはテクテクさんと呼ばれる者が住んでおる。そういえば人間の知る妖怪にテケテケという者がいるが、やつはそれにかなり近い容姿をしているぞ。やつは直進することに関してはどうやらとても得意な領地や、逆に細かく動くことはあまり得意ではないようだ。またやつも呪いの場所をこの場所に呪いがやつも呪いをこの場所に落ち込んでおる。その呪いは過去にあった光を奪うものと、出たいものを複合した呪いのようじゃ。やつも大きな弱点は存在しないようじゃが、強いて言うなら、目が赤いことじゃ。どう弱点かは、追いかけられてみればわかるかもしれないな。ということで、テクテクさんね。直進が得意だから、こうやってこういう風に移動したいから、こういう感じで。こういう感じで移動すれば勝てるって感じか。OK、行きましょうか。ってことで、まず管理人のとこにちょっと行って、ちょっと詳しい話を聞かせてもらおうか。管理人さん。そういえば、昨日までしまっていた W2-4 と W2-5 の鍵が開いていましたよ。一体いつ誰が開けたのやら。あ、そういえば、E のエリアの薬だらけの部屋。あそこので、何か、こぼれている薬がありましたよ。後で掃除しに行かないといけないですね。こう。じゃあ、ちょっと一回カット。はい、すいません。じゃあ、始めていきまーす。とりあえず W2-3 やったかいな。と、2-4と2-5か。が、なんか開いてるって言われたんで、まず地図で確認して、W2。こう上、左上上か、OK。左、上、もう一個上。で、4と5が開いてる、あ、ここか。じゃあ新しいな、なんか菓子が置いてますね。じゃあ、まず宝箱を調べる。1星くず。で、この菓子かな。一つの記憶を見つけた後に来てください。と、麦わら帽子に書いてある。じゃあ一つ目の記憶を探した後に、ここに来いと。ここはなんだ？なんだここは。緑色の藻のようなものが壁にかかっている。溶かしたりできないだろうか。溶かすってことは、あれか。あの薬がばらまいてあったから、あの薬で溶かすって意味か。じゃあ E の部屋に行きましょうか。E は？E? あ、こっちか。ずっと右に行けばいい感じですね。これの薬だらけはどこだっけな、ここだっけな。あ、ここか。あ、強い匂いを発している液体が地面に倒れている。ラベルが少し溶けている。気をつけてもと。溶ける薬を手に入れた。で、この溶ける薬を持って、さっきのもう溶かせばいいんですね。じゃあちょっとセーブして。緑の、藻のようなものが壁にかかっている。溶かしてできるだろうか。これ使ってみるか。溶ける薬を使用した。おー、溶けたな。ここはびっくり屋敷かなんかなのかい？俺に言わないでくれ。ん？なんだこれ。緑の物体のどいた壁のくぼみに何か黒いゴムのようなものが置いてあった。どこにでもありそうな、それを見て、青年の表情はなぜか険しくなっている。知ってるぞ、このヘアゴム。おそらくそれは、あんたを呼んだ人物に関わるものだ。こいつは、はるかって言いますか、じゃあ。はるかな?どっち行きましょう。はるで行きましょうか、じゃあはるで。間違ってたらすみません。
コメントの方でよろしく。青年の細長い指が変哲もない黒いヘアゴムに触れた。そして辺りが真っ暗になる。ここは雪の降る日、そして喪服を着た数人の大人と一人の青年。彼は池の方を向いてうつむいている。その後ろで何人かの大人たちが彼に何か声をかけていた。何しに来た？娘の葬式に来ない。顔を出さないと世間の目に悪いじゃないの。青年は背を見せたまま拳を強く握りしめる。おい、さすがにその言い方は。いいのよ、娘といえば娘だけど、縁は切ったようなもんだし。じゃあなんで来たんだよ。青年はそこの誰にも聞こえないくらい小さくけれど重くそうつぶやいた。だけども一応前の旦那との娘なわけなんだろ。もう少しなんというか。それもそうかもね。お前な、私には今の人生の方が大事なの。それにしても惜しい子を亡くしたわね。結構私に似て美人だったのに。惜しい子を亡くしただと？ふざけんて、ふざけてんじゃねえぞてめえ。リン君、落ち着いて。親父を騙して浮気して離婚して、あいつを僕を引き裂いて、3年経って親父が死んで、俺がお前のところに行くことになって、久々に妹に会ってみたらどうだった？あいつはいつも一人ぼっちで、ろくに飯も食わせなかったじゃねえか。挙句の果てに、邪魔な子なんてほざきやがって。そんな扱いを俺たちにずっとしてきたってのに、今さらどの口が惜しい子をなくしただ？ちょっと、やめたまえ、インくん。苦しい。お前の口から、娘だの、母親だの、ふざけんな。お前のせいであいつは。やめなさい。どけ、こいつだけは、この女だけは許せない。ふざけてんの、あんたの方じゃない。あの子を殺したのは私じゃない。紛れもなく、あんたじゃないか。聞いたよ。あんたあの子裏切ったんだってね。それが原因で。ようか。ようのやつは事故ったみたいじゃないか。ようっていう名前か。春でもよ、春かでもなかったな。ようですね。行きましょう。違う。それ、あれは。違わないだろ。あんたが、よう裏切ったんだよ。あの子にとどめさせたのはあんたなんだよ。違う。違わない。違う。違う。違わないね。要はきっとあんたを恨んで死んでったんだわよ。違う。おい、やめろ二人とも。こいつが悪いんだよ。自分のことを棚にあげて、この私に手をあげたんだから。違う。違うんだ。違うんだよ。よう。ああ。どうせなら、あんたもあいつと死ねばよかったのに。おい、お前それは。自分だけのうのうと生きて、恥ずかしくないのかしらね。もうやめろって。そうね。せっかく来てあげたのに気分悪い。さあ、行きましょう。ああ。殺した？僕が殺した？僕が。